バンダイトートバスの路線バス車両バンダイトートバス株式会社は福島県のバス会社。バンダイ、稲葉城エリアで路線バスを運行するほか、貸切バス事業も行っており、福島県内全域を営業エリアとする。トート観光バスを母体に設立されたトート自動車グループの一員。バンダイ高原、稲葉城を中心に運行するが、本社はトート自動車が本社を置く。 東京都豊島区になる。最初に開業した北方駅と、裏磐台高原を結ぶ路線は、合図乗り合い自動車の撤退表明を受けての、新規参入であったが、翌年に運行を開始した稲脇路駅と、裏磐台高原を結ぶ路線は、合図バスと競合する形となった。しかし2年後に合図バスは、稲脇路営業所管内路線の大幅縮小を、 行い、稲葉城北久保で競合するのみとなった。現在、合図バスは稲葉城営業所管内から全面撤退しており、同社が生活路線も含めこのエリアのバス交通を一手に引き受けている。通常、東都観光バスと同じ都色の路線バスを使用するが、観光向け路線バスとして、ボンネットバス、森の熊さん号も運行する。なお、観光バスの一部は、 当と観光バスの各営業所に常駐し、それぞれの地域のナンバープレートを取得している。浦磐梯高原駅の駅舎とボンネットバス、森の熊さん号、浦磐梯高原駅とは、かつて、合図バスが国鉄との連絡運輸を実施していた頃に、営業していたバス駅の名残であり、現在は、券売機のある、待合所で、係員の配置はない。ありがとうございます。